はい、皆さんこんにちは。今日もティンバーボンやっていきたいと思います。前回の続きですね。早速ですが、あと 2.8 日で、干ばつが来ますよということです。前回は第二拠点を作って、こちらですね、金属の破片の方を、スクラップの方を採取することにできましたね。今日はその続きなんですが、まずですね、前回の動画で教えていただいたのはこちらの配給限度ですね。低い方が、こちらのヒントを合わせるとわかるんですが、低い方がこの町にある残す量ですね。例えば一番最初の方、こちらグリルドポテトがあるんですが、これ低い0になってるので、第一拠点の方には1個も残さなくていいよという感じになってます。なのでここ100と入れておけば、最低100個を貯めて100を超えたじゃがいもだけ第2拠点に送るというような感じですね。同様に板とかも同じように制限をかけておきたいと思います。歯車に関してはそんなに数作れませんので、25個ぐらいでいいかなと思っています。ではですね、まず今日しないといけないのは、早速ですね、干ばつが来ますので、ここにですね、水の、どうしよう、水門作っちゃおうかな。さあ、水門をアンロックして、水門を作っていきたいんですが、足場を組まないとダメかな。と、足場を組んでいたら間に合うかどうかわかりませんが、水門作っていきましょう。さあ、こちらですね。道も引いておけば大丈夫。これで第二拠点の水が流れてくるところ、こちらですね。ここが止まったとしても、少しの間は水が第二拠点の方で蓄えられると思います。ということで、OK の方も置いておきましょう。さあ、こんな感じで、多分どれぐらいなんだろうな。サイクルが7サイクル目ですので、どれぐらいの期間が、干ばつかわかりませんが、とりあえずこれを作っていきましょう。こちらの方ですね、水門ができましたので、止めておきましょう。ちょっとまだ溢れるかな。少し早かった。かもしれませんが、あと 0.1 日なので、止めておいて大丈夫だと思います。上の方も止めましたが、めちゃくちゃ漏れてますね。さあ、これで、7日間。7日間、水がないみたいですので、いいや。とりあえず、これで干ばつの方を乗り切っていきましょう。さあ、水がなくなっていくんですけど、ここ、新しいところですね。水貯めるように命令してあります。現在どれだろう ?2 つの拠点で750ぐらいかな。第2拠点が約180。そして第1拠点の方が約600ぐらいですね。水があるということですので、まだしばらくは大丈夫だと思います。さあ、これ、ちょっと今回初めてこんだけ長い干ばつが来ますので、どれぐらい必要なのかは分かりませんが、とりあえず干ばつの方耐えれるか見ていきます。あと4日ですね。干ばつの方はあと4日ありますが、まだ水の方がどれぐらいだろう。第2拠点が約300、第1拠点が約500ぐらいありますので、まだ大丈夫かな。川の方もまだ干上がっていませんので、まだいけると思います。第2拠点の方も水ありますね。さあ、それでですね、第2の方は、今度は鉄ですね。スクラップから鉄の資材に変える精錬所の方を作りたいと思っています。これ開放しましょうかね。縦がここでギリギリですね。動力の方が必要となりますので、水車の方を作っていきましょう。何個 ?3 つ置けるかな ?3 つ置けますので、3つとりあえず置きましょうか。さあ、水車の方がですね、もうあと1個でできますね。ということで、金属を変換するところも作っておきましょう。
必要なのは板が50、あ、結構板必要ですね。板が50枚、歯車が20個、そして金属スクラップが30ということで、現在60にありますね。こちらの第2拠点に板が76、歯車95、そしてですね、スクラップの方が60にあるので足りると思います。これで、あとは水が戻った時にですね、何馬力出るかが問題ですね。さあ、現在、あと3日間ですね、日照りの方が続きますが、どうだろう、まだ水ありますね。大丈夫そうです。第1拠点は約440ぐらいありますね。第2拠点の方は、あ、すごい多いな。400あるな。第2拠点の方が水めちゃくちゃありますので、まあ必要ならば第2から第1の方に水とかが送れるようにしていきましょう。あ、そして忘れてたことがありますね。第2拠点の方にもキャンプファイヤーとかちょっと置かないとダメですね。幸福度が下がってしまいます。あとはビーバーさんの歯を飛ぶ場所とか、ベッドの方も空いてるスペースに置いておきましょう。よし、これで幸福度の方は少し戻ると思います。よし、これであとは荷物を移動する場所ですね。作って、で第1拠点の方にもいつでも荷物が送れるようにしていきましょう。干ばつの方はあと1日ですね。第2拠点の方は水が めちゃくちゃありますね。まだ半分ぐらいは水位があると思うので、まあ大丈夫でしょう。水の方の桶もいっぱい、もうこちら300ほぼあるのと、半分ぐらい450、60ありますね。これで問題はないと思います。第一拠点の方はどうだろう？ああ、もうすぐ川の方は干からびそうな感じですね。いや、こんなからちょっと水浴びとかはしなくていいかなと思うんですが、まあ仕方ありません。ビーバーくんが水浴びしてますね。さあ、これで水の方は、あ、300か。ちょっと少なくなってきましたが、まあ、あと1日ぐらいはなんとかなるんではないかなと思います。まあ、それか、最悪の場合、第2拠点から水を少しですね、移していきましょう。ここにですね、配給の場所、第1、拠点にも作りましたので、第2拠点から、2人いますね。道を作って、ここに水をですね、入れていきましょう。479ありますので、限界をどこだ？水、これですね、300ぐらいにしとけば問題ないかな。で、第一拠点の方の受けるところも少し多くしとかないといけませんね。100以上だと受け取らないになってますので、まあ、350、ないと受け取らないという。だから350までは受け取りますよという設定にしておきましょう。さあ、これでもう 0.8 日なので、問題なく干ばつの方は超えれると思います。さあ、干ばつが終わる前にですね、第一拠点の方は水が干上がってしまいましたね。まあ仕方ありませんので、まあこちら水門の方は開けておきましょうか。第2拠点の方はまだ水がありますので大丈夫ですね。さあ、これで干ばつ終わって新しい水が流れてくると思います。さあ、どうかな？あ、流れてきましたね。ちょっとずつですが流れてきました。第2拠点の方はどうかな？第2拠点の方はもうちょっとか。さあ、今水が流れてきましたので、水門の方を開けておきましょう。さあ、これで、あ、水いっちゃったね。さあ、水、あ、結構第2拠点のは残ってたのかな。さあ、新しい水も来ましたので、これで、干ばつの方は大丈夫でしたね。よしよし、水の方は合計2つの拠点で700ぐらいありましたので、まあ、もうちょっと用意しといてもいいかなというぐらいかな。水の方あっても困りませんからね。さあ、こういう感じで、さあ、ここの三連水車どうでしょう。馬力の方は200、合計で250馬力ぐらいですね。ああ、やっぱちょっと分散してる分出ないかな。もうちょっと川の方を細くして、
水を通した方がひょっとしたら馬力が出るかもしれませんね。あ、仕方ない。こちらの方で今ビーバーさんがいないので、少しマイナスにするか。これで働き手がいますね。よし、これで金属のスクラップから金属のブロックへと変換してくれます。ポイント溜まってますので、ついでにですね、紙も作ってしまいましょうか。こちら本当は高さ出した方がいいんですけど、動力ちょっと今つなげることができませんので、どうしようかな。まあいいか、こっちで1個作る感じでいきましょうか。よし。さあ、ここに道を通して、紙を作ってもらいましょう。2つでどれぐらいだろう。まず、精錬所の方が200馬力必要ですね。あんまり馬力出てないな。さあ、ちょっと水車の方は、もうちょっと川を狭める方法に変更しようかな。少し変えていきたいと思います。もう少しですね。で、完成しますね。こちらの方、あ、完成した、完成した。あとは、最後の動力をこちらにつなげばいいだけです。さあ、これで3つの水車で360馬力ですね。出ていますので、大丈夫だと思います。先ほどだと、まあ、ちょっとしか変わってませんが、少しだけ、ここあたりの馬力が増えたかなという感じはしますね。あ、これで回り始めましたね。これで、200馬力と、あ、こっち人が足りないのか。あ、しまった。優先的にしてしまいましたが、これは優先的じゃなくてもいいな。空いてる人間がいませんので、ちょっと移住させましょうか。第1拠点から第2拠点の方に空いてるの何人いたんだっけ？5人ぐらい入れておきましょうかね。5人ぐらい第2拠点の方に送りましょう。まだ7人空いてるものがいますが、まあこれはいいでしょう。第2拠点の方も1人だけ今暇なだけで、あとはみんな忙しいということですので、これでしばらく行きたいと思います。あ、そうか。紙を入れる、まだ、倉庫の方を作っていませんでしたね。ただこちらの方では金属ブロックの方が出来上がってきましたので、金属ブロックしっかりと取っていきましょう。紙はどっちだろう？ここではないな。普通の倉庫の方ですね。普通の倉庫の方で紙はいけますので、どこにしようかな。できたら上の方に作ろうかな。ここにですね、紙の保管庫の方を作っていきましょう。よし。さあ、これですね。さあ、これで第2拠点の方では鉄と紙を作っているということで、あとは治水の方でですね、ダイナマイトが作れるようになりますかね。紙を3からダイナマイト1個作れるということですので、こちらの方も作っていきましょう。まだちょっといらないかな。ダイナマイト自体は研究ポイントが600必要ですので、まだ少しかかりそうですね。ということで、今のうちに紙と、あとは鉄ですね。こちらの方をしっかりと集めていきたいと思います。あ、また干ばつが来ますね。その前にですね、第二拠点の方も少し、食料を増やしていきたいなと思いますので、ここにですね、水辺で栽培していくものを、いこうと思います。どっちがいいかな？食べられるのは、そのまま食べれるのは西洋コウ骨の方ですね。焼けばいけますので、そのまま行こう。西洋コウ骨の方を作っていきましょうか。ガマ、そうか、ガマ作って、現在今作ってますけど、あれか、粉にしないといけなかったのかな。さあ、ちょっと範囲がどこまでかわかりませんが、こちらの方に作っていきたいと思います。あとですね、1日後ぐらいに日照りが来る、干ばつが来るんですが、食料が普通に
危険になってきましたね。ちょっと人口が増えすぎてるのかな。現在ですね、700ぐらいあった食料が第一代に合わせても350と、前回の干ばつの時の半分ぐらいしかありませんね。ちょっと、増やしていかないとかなり厳しい状態です。現在こちらの方に一応粉ですね、粉を引くために、材料動力をつなげようと思っています。よいしょ、この動力がつながれば少し粉ができると思いますので、ガマ粉、小麦粉、どっちなんだろう、ガマ粉ですね、ガマの方が全く使ってなかったので、ガマの粉を作って、そしてパンか何か焼きたいと思っています。干ばつ来たんですけど、水門の方を閉めるの忘れてましたね。あっという間に水が枯れてしまいました。こちらの方はギリ高さ 0.5 にしておいたのでよかったんですが、それでも前回よりも1日長いみたいですので、ちょっと失敗しました。これはかなり危険ですね。おそらく大量のビーバーさんお亡くなりになると思いますが、もうこれはどうすることもできません。はい、ということで、もう打つ手はありませんので、ひとまず干ばつが終わるのを待ちましょう。さあ、あと1日ですね。ただしですね、第2拠点の方はもう上と水がないのでかなりなお亡くなりになっています。第1拠点の方を優先的に残さないといけませんので、仕方ありません。いやー、ちょっと第一拠点の方もちょっと水少なくなってきましたね。ということで、ポンプを稼働させていきましょう。できるだけ水が干上がって、植物が枯れないようにですね、水の方は止めていたんですが、飲み水がさすがにちょっとなくなってきましたので、あー、枯れた枯れた。さあ、あとちょっと半日だったんですけど、全部枯れてしまいましたね。ということで、これではギリギリかな。水が来るのが早いのか、第一拠点もお亡くなりになるのが早いかですね。さあ、ギリギリのラインですね。両方水がなくなりました。ということで、早めに干ばつ、ああ、来た、水来た。ようやく水来ましたね。水が来て、ポンプを稼働させないことにはどうしようもありませんので、早めにですね、ポンプの稼働を急いでもらいましょう。第二拠点の方もどうだろう。あ、水来ましたね。ただ、第二拠点の方どれぐらい？人口が50ちょっといたんですけど、現在36ということで、20名ぐらいお亡くなりになったのかな。さあ、水来ましたね。ついに水来ました。さあ、これで、いろいろと復活できるかどうかですね。食料の方もかなりカツカツですので、しっかりとですね、食料の方を頑張ってもらいたいところです。ああ、やばいな。第一の方はちょっとありますので、少し送ろうかな。まだ第一拠点は食べ物に余裕がありましたね。焼き栗を少し半分ぐらい送っていきましょうか。どこだ？焼き栗、これですね。150なので、これを送っていけば、第二拠点の方もちょっとは食料大丈夫かもしれません。第一拠点の方は逆に水がかなり厳しい時ですね。しっかりと水貯めてもらわないとダメみたいです。はい、ということで、第一拠点の方は水も増えてきましたね。食料の方も増えてきましたので、今からですね、徐々に大丈夫になっていくのではないかと思います。相変わらず第2の方ですね。第2の方は食べ物もないですし、水もないということで、かなりピンチですね。第1からどうなんだろう。食料がベリーと焼き栗、ポテトしか送れないんですけど、人参送ってあげるべきなのかな。少しこちらですね。ないとどうしようもありませんので、第二拠点の方でも少し食料の方を作っていきましょうか。はい、ということで今日はこれぐらいで終わってですね、また次回この続きやっていきたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。
you